はい。ダイワピュアラブです。アメリカ CIA についても、ネット上の記事や YouTuber などが誤解を与えるような嘘、デマを垂れ流しております。ネット上の記事やね、YouTuber などが CIA はただ情報を集めるだけの機関っていうことを垂れ流してるんですね。 うん、これはもう100%完全に間違いです。CIA はね、そもそも CIA 自身が認めているように、えー、世界各国でね、狙った人たちを暗殺するということは行ってるんですよ、これは。うん、これはもう CIA が認めてますからね。うん その憶測とか、そういうものじゃなくて、もう CIA がそれやってますよっていうことは言ってますから。うん。そんなね、ただ情報を集めるだけのようなね、そんな機関じゃないんですよ。うん。その、最近だとね、CIA のね、参加機関である NHK がね、ケネディ暗殺は CIA がやったっていうことをね、放送してましたよね。 うん、まあ、あれもね、あの、NHK はね、最初はそういうことを言ってなかったけど、もうね、ケネディは CIA が暗殺したっていうことはもう、ばれちゃってますからね。うん、だから NHK ももうそれを放送したっていうことなんですが、うん、まあ、このようにね、CIA っていうのはもう、いろいろなところでね、暗殺は行ってるんですよ。うん まあこれに関してはね、例えば映画のね、ボーンアイデンティティや、ボーンスプレマシーなどをね、見てもらえればわかると思います。まあ、ボーンシリーズというのがね、一番リアルな CIA 映画かなと思いますね。うん。なのでね、えー、CIA はただただ情報を集めるような機関っていうのは、これはもう完全な嘘です。うん。 まあ、こんなこと言ってるのはね、本当に何も知らない人か、または、試合側がね、雇ってる工作員か、どっちかですね。うん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。